どうも、ビオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。このコースはですね、制作者さんの名前がグンバーって書いてるんだけど、ワゴンさんのコースなんですよ。いや違うのよ、言い訳させてほしいのよ。あのね、わからない方にこれまでのいきさつを話すと、最近ワゴンさんのコースを全部やり終わって最終回にしますっていう動画を上げたんですよ。でまた新作が出ました。いやだってさ、こんなにすぐ出てくるとか思わないじゃん。このチームは世界の凄腕トロール制作者さんたちが何年も絡んでんのよ。こんなのイレギュラーですよ。はい、ということで本編入っていきましょうかね。コース名はグーメーターナルということで、サムネを見る感じじゃクリボーは永遠にということだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.12%。 これさ、 X の方でも結構 DM もらってて、ワゴンさんのチーム新しいコース出しましたよっつって、それ聞いて嬉しい気持ちと同時にすげえ複雑な気分でしたね。やべえ、最近最終回の動画出したんだけど。まあ僕にとっては嬉しいニュースですね。さあ進んでいこうか。ここのクリボー倒してよかったのかな。で、右上の方から行けっていうことなんじゃない。あれ、開幕なんもねー。まあまあ最初はこんなもんでしょ、慣れてきたよ、放置プレイなんか。じゃあ下に行くと土管が4つある。あ、今日はピンコインコースなんだ。左から USA、 そして羽根付きのカキ棒に靴履きのクリボーにマスターソード。一番左から行こうか。そしてそっから順々に右に行こう。あ、もう4つあるじゃん。あ、どうしたどうした。ワゴンという凄腕の人たちが集まったチームらしからぬ、ただカキ棒を置くだけなんです。じゃあ一番左だけフェイクだったっていうことなんじゃない。は、待て待て、嫌な予感がする。ここ入った時さ、4色土管があったじゃん。だから全てあのカキ棒のところに連れて行かれるんじゃない。ほらほら、やっぱりね。でも僕思ってることがあるんですよ、あの青の土管だけ違う、そういうことだと思うよ。こんなんで絶叫なんてすると思うな。さっさと先に進ませてくれ、もうあのカキ棒ゾーンはいいよ。いい加減にせっか。まあ正直ですね、うすうす感じてました。右に行けば鍵は手に入るんじゃないかなって。で、ここで鍵がないよ。鍵どこにあるのよ。鍵も倒せばいいってことなんじゃない。バカだー。ワゴンさんのコースならめちゃめちゃバグり散らかしてとんでもない罠がたくさん来るんかなと思ってたけど、意外と普通のコースなんだな。あ、ここも普通っぽい普通っぽい。今日はぬるゲーなんじゃないの。さあ靴を履いていこう。いいね、こっから本番開始っていう感じかい。ならもうこの靴には乗らない、下に落ちるからね。そしてこの鍵棒踏んでいいのかな。隠しブロックはないね。じゃあ鍵棒踏んだ瞬間一旦左に逃げようか。なーい。鍵棒の上に隠しブロックとかいうあざとい真似しやがって。じゃあこの鍵棒踏んだ瞬間僕は何もしない、どけ小僧が。ただマリオメーカーやりながらキレる人間になってるって。キレるメーカー2。そしてこの土管に入れるのか。いやいや入れないと思いますよ、あの土管が急に下がる、そんなことなんじゃないのか。バレー。これさ、今気づいたんだけど、カキ棒とかクリー棒だけで構成されてない罠たちがさ、まあところどころ砲台とか魚とかあるけど、もう主役はカキ棒っていうことなんだろうね。そしてこっから上に鉄球が降ってくんのね。そして右下の土管は入れないと思いますよ、あれは罠だ、怪しい。だから下に行ってみようか。ほらなんでこっちが先か。あ、来た、今すぐ帰ろう。そうなってくると上の土管もめちゃめちゃ気になるよな。まあ絶対入れないと思うんだよね。あ、やっぱり入れないか。ってことは上に隠しブロックがあると。あんなクリボーごとき成敗されないでござるよ。成敗されたでござる。下行く。そしてこの場所かな。あ、この場所だったらかわせるんだね。そして次よ、問題は左下に行くか右に行くか。ちょっとクリボー邪魔しないでね。迷うな、迷ってる間にあいつらは襲ってくる。だからここはすぐ左下に行こうか。こっちが正解。迷うな、迷ってる間にすぐにあいつらが襲ってくるぞ。左下は罠だ。あんな左下に行くやつなんて頭のイカれたやつしかいないね。さあここは右にクリボー出してもらって、あのツタに。あなんか腹立つな、このクリボーのやられ方。上の壁の通り行ってくれないんだな。じゃあここでクリボーを踏んで上に行く。あ、中間ポイントあんじゃん。あの中間ポイント一発で取ってみせるよ。何回言ってんだ、毎回毎回中間ポイント取るたびに。もうちょっと語彙力っていうのを増やしゃいやしゃい。その前に滑舌をよくしなさい。じゃああのクリボーが左に来た時に右ダッシュして踏んでみる。これで大丈夫なんじゃない。やったー。シャッシャッ。一発で取れた。これ一発で取れるもんなんかな。まあまあ優しかったね。そしてこのメット踏んで、いや踏むのは無理だ、うん、蹴ってみようか。蹴った。メット。え、じゃあこれ下に行けってことかな。あー、じゃないのよ。じゃあメットを蹴ってすぐ左に逃げるっていうことなんじゃない。あーあー、やっちまってんな。
ここでバグを持ってくるか、マゴンさんよ。いいね、上等じゃんけ。面白い、待ってたよ、バグを。じゃあ右に蹴って、すぐに土管に入っていく。土管にありませんね、そこか。ならこのメットを蹴って、ツタに捕まる。で、このメットをかぶっていかなきゃ、先に進めないっていうことだと思いますよ。ほらほら、ブラバがいるもんね。そしてすぐ上に行こうか。で、うわ、これさ、メット捨てていかなきゃとか、そういうことなんじゃない？あのカキも触ったらいけないみたいな。だから、走ってしゃがんでいこうか。こう、あああなんか怪しいと思ったんだよな、ここ。メットを捨てていかなくちゃいけないみたいな匂いがしてたわ。こんなところにオーブブロックがあるとかわかるわけ、なんで？もうジャンプなんかしない。オーブブロックがあるから絶対に当たんないと思ってたわ。そしてこのところへと、何をしてくる？もう楽しみでワクワクがムネムネしとるぜ。じゃあここは、乗った瞬間一回左に行こうか。ギャなんか楽しくなってきたわ。じゃあドクロリュートに乗って右を進む。これでいいんじゃない？オッケーオッケー。そしてあのクリボーは音符に乗って上に行くかな。頼む、上に行ってくれ。左に行くなよ、頼むから。お前上に行けって。クリだ、クリだ。うわ、僕が恋の方に行こう。そしたらこのハネボーをかわせるんだ。で、このレールすげえ怪しいな。めちゃめちゃ速いスピードで何か来るとか、そんなんなんじゃない？うわ、怖え。ゆっくり行こうか。何か来るだろ、バレ。すぐ上に行こうか。頼む、天球で会ってくれ。頼んだってくれ。いや、本当にすごいね、この方たちのコース。クリボーだけでこんなに秀逸な罠作れる？まあ、ところどころね、違うパーツも使ってるとは思うんだけど、基本はクリボーだけじゃん。これマジですごいと思うんだよな。さあ、あのパウブロックにメットを当てろっていうことなんじゃない？パウ、パウ、ここだ。今何が起きた？突っ込んだからいけなかったのかい？じゃあパウに当てた瞬間、左に逃げてみるわ。パウ、ここだ。パウ、お前が左に行くんだって。しかもブロックすり抜けなかった。そりゃなんで。ごめん、みんな勘違いしてた。逆だわ。このパウに当てないようにしなくちゃいけないんだ。だからこのタイミングで右に行ける。そして右に進めば大丈夫なんじゃないかな。オッケーオッケー。クリボーいなくなったね。そしてこのクリボー大量生産機は何なんでしょうかね。一旦土管にひっついておこうか。そしたらクリボーが出れない。で、この土管に入っていくんじゃないのかな。土管は入れないか。これは何？やめろ。ナイス、反射神経。で、これは倒してこの上にも行けと。バグりすぎだって。今どっからクリボーが出てきたのよ。この次叩いたらクリボーが出てきたんだよな。だから叩いた瞬間すぐ上に逃げる。よし。なんか今回は出てこないな。あそこに留まっておいたら出てくるみたいな、そういう仕様。この中間ポイントは取れないのかい。頼む、取らせてくれ。よし。あたがーる涙やばり。さあ行こうか。この靴は普通に取れる。そうでもないさ。はい、でも中間ポイントから、中間ポイント2歳取ったらね、もうこっちの勝ちみたいなもんなのよ。一旦このツタン捕まっておこうか。何もない。じゃあこの地下ブロック降りて上を引っ張り、いや、すぐ上か。どっちだ、このキノコを取っていけ。うわ、ブブー言われた。もうな、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 もうやめろってそういうの。じゃねえんだよ。いや、これいける時があるんじゃないか。うせえ。ポロポロしてんじゃねえ。いや、すげえ面白いもん見させてもらったわ。ありがとうございます、制作者さん。めちゃめちゃ笑かしてもらったわ。さあ、ここで USA が取れた。素直にね、このカキボンのところ行けばいいと思うんですけど、あの左のハテナブロック気になるよな。あっち行ってみようか。絶対魚が出てくるような予感しかしね。出てきた瞬間連弾で逃げるよ。かいかかい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 。いや、こ、きつくねこれ。ちょっと結構ガチ連打しなきゃダメだな。よし、抜けた。そしてこれは抜け。で、もう一丁抜け。大丈夫。そしてこのハンチャーも抜けばいいのかな。上のオープン叩いてみようか。え、これ抜ける。え、ここ、あ、わかった。あー、なるほどね。一旦さ、この上のカキボがあるじゃん、こいつをこっちにやっておいて、下のデカクリボをこの花ちゃんに当てろっていうことだったんだよ。いや、これやり直し聞くかな。頼む、やり直し聞かせて。そういう意味じゃないんだよ。上のチビカキボはここで投げちゃいけなかったんだ。ここに投げておけ。そしてこのデカカキボをこの場所で投げたらダメでした。左の方まで持っていこう。で、この左の方までカキ、しゃがんで投げてみようか。そしたら先に進んでくれるかな。あ、いったいった。で、で、
で、こっからどうすりゃいいのよ。では、やっぱいけねえよな。え、ここマジわかんない。ちびかきを抜くところまでは絶対いいと思うんだよな。で、こっから、あ、逃げ投げてみようか。そしたら、よしよしよし、たったこんだけで受かったのか。てっきりね、もう左目投げると思ってたさ。ここで花ちゃんを倒します。そしてこの音符は何もなかったね。で、上の方は行かないよ、行き止まりっていうのは分かってるからね。で、この矢印のところで下を押しても特に何もない。うわ、絶対バグ来るよこれ。だってさ、こんなでかくっぱくらんとさ、この靴とクリームってなんか来る予感しかしないもん。とりあえず抜いてみようか。そしたら、頼む、時間ポイント戻しだけは。いやー、わかるわけないって。クリボーを抜いた瞬間土管があるとかさ。じゃあクリボーを抜いて下押し一般をやめてみる。これで先に進めるね。そしてこのカキ棒を抜いて、投げればいいのかな。いや、僕は投げないよ。一旦このカキ棒置いておこうか。そしてこのピースイッチを踏む。そしたら合ってんじゃない。そしてこのつららに当たって進んでいけど、よしよしよし、やんびゃやんびゃ、ゴールが近いかもしんない。これかぶらして、なんじゃそりゃ。ここさ、よく考えたらめちゃめちゃ面白くない？なんで急に変えんのよ。アイテムの中身変えるとか絶対おかしいって。じゃあここは右に進んでいく。オーケーオーケー、マジでもうゴール近いと思うよ。ゴール前のバグも絶対来ると思うけどね。さあ、ここでファイヤーで溶かしていいのかな。全部溶かさない、1個だけ。いや、どうせチビにならなくちゃいけないからいいか。靴をね、履いていくと思ったけど、まあチビにならなくちゃいけないし、靴はいらないでしょ。で、ここはカキボタンを押していいの。カキブロックは、いや、絶対この上ありそう。行ってみるか。なんでえ、モグラ叩きですかこれ。なんか土管かなんかあるんだろうな。無限に出てくるよ。でも鍵は手に入れれそうにない。だからね、右下に行かなくちゃいけないと思うよ。いや、これ面白いね。新しいモグラ叩きだね。じゃあ右下行って。何がある、なんでよ。お、見て見て、みんな雪道が変わってるっぽいよ。だから今のところは合ってたんだ。あそこが過ぎる。いや、もうゴールあると思ってた。もうゴールでいいって。さあ、このカキ棒を抜いて右下の方に行けっていうことなんじゃないかな。倒されてしまったけど、これ自力で行けるか USA マリー。え、行けないね。じゃあ僕はこのブロックにやられるね。カキ棒を持ち上げた瞬間すぐ右に行く。そしてあの太陽をかわす。で、このカキ棒に音符を踏んでもらおうか。うまかー。ならもうちょっと右側に行ってみようか。オーケーオーケー。そして右上に行く。で、このカキ棒を取っていいのかい。一旦花ちゃん怒らせようか。怒らせても意味はない。抜いた瞬間僕はすぐにイメージアップ。やったってんじゃん。おこのカキ棒をさ、クリボーに当ててなくそうとしたってそうはいかねえんだよ。さあ、この雲を抜いて、もうゴールあっていいって。マジで、え、あ、これ乗っていけってこと。しゃがんでジャンプしようか。これでいい。頼む、何が来るだよ。なんで上を行くの。いや、こっちが合ってるっていう可能性はないよ。夢みんな、僕にゴールをください。早くゴールがしたいんだ。さあ、ここはどうすればいいのか。当たっていこう、これでいい。さあ、音楽が変わったんでね、乗れなくなってしまいました。パンを叩いて、いや、このパンもすり抜けるかもしんねえ。下に行く、あえて。いや、ふざけてないからね。僕結構ガチでやってるんだから。パウダー出した瞬間、デカキノコ取れなかった。一旦取ってみようか。取ってすぐ左に逃げる。で、こっからどうするかなんだよな。あ、右下のブロックを壊せってことか。で、このオンオフした瞬間、僕はすぐ左に逃げるよ。靴脱ぎボタン連打でいくわ。オンオフした瞬間、靴脱ぎボタン連打。じゃあ左のブロックに乗ろうか。たぶんそれでいいんだと思うよ。ここでジャンプしてこの崖に登っていく。分かれば簡単なことじゃないか。さあ、このマスターソードを取って、あのハテナブロックは意味がないと思う。でも叩いた瞬間すぐ左に逃げる。これどうかな。おまなにグルグルしてんだよあいつ。なんか今すげえとんでもねえもん見なかった。じゃあハテナブロックを叩いて特に何もしない。そしてちょっおい、なんでやってんのって。その場でグルグルそれやめろ。いやいや、また新鮮なものを見させてもらいました。ありがとうございます。さあ、次の土管に入っていこうか。ゴールが見えたな。あのゴール絶対にものにしたいけど、
クリボ跳ねすぎじゃないあれすげえ跳ねてんだけど、このハテナブロックは一気アップ。じゃあもうクリボーの上に行くか下に行くか、僕は下に行くよ。頼むこっちに当てて。いやこれは、いやなんか動けねえんだけど、何もできねえ。いやくっそ、いやこれはいけるんじゃない。うわこれもうダメなやつだ。もうずっとしびれて動けねえもん。え、このままゴールまで連れてってくれるとかそういうことはないかな。え、左ちょっと待って、ダメだ、そっちはやめて、右に行ってよ。えな、左はサムネの場所かな、すがけか。もう右に戻れねえよ、もうバーがあるもん。このまま左に、もうなんだいいんだよデカブロスさ。あ、これ誰か見覚えあるぞ。頼む、中間ポイント戻しだけはないでやって。これ中間ポイント戻しなんじゃない、下で落とすなよ。どうなる。いやー、中間、中間を避けような。ここは中間を避ければいい話なんだ。一旦この羽の靴をなくしておこう。そして中間を取らなければいいだけの話なんだ。まず消えるでしょ、そしてここでバッファージャンプっていうの。なんでブロックがあんの、頼むって。モトロール実況やめろ。またなんかさっきの違うぞ。あそこに扉があるもんね。あそこの扉、実はゴールなんだろう。そろそろ待ってるよ、僕は。このどうやって行くの、のび太くん。右の方ないっていうのは分かってる。メットの場所から動かない。微妙に左に行くな。メット蹴るでしょ。そのまま右に行っちゃおうか。これで先に進めるんだ。あそこでメットいなくなるんだね。さあ、次の場所はゴールと思ったら違うんだね。左のハテナすごく怪しい。では叩いてみようか。クリモちゃん、クリモちゃんが左の音符を叩いて下から何かを出してくるとかそういうことなんじゃない。ギャップか、ありがとうありがとうありがた迷惑。最後にアイテムを出してくるとかそんなパターンもありえるかもしんないね。ここで待っておいたら最後にアイテムが出てくるとかそういうことはないみたい。じゃあここで一旦踏んで大ジャンプ。あーおっナイスナイスジャンプ。そしてここで動けなくなりましたけど、僕はどうすればいいんですかね。そんなのわかるか。うまいね、左下の土管に行くと思うじゃん。でもここに扉を隠してるなんてめちゃめちゃいいカモフラージュじゃん。さすがの僕もわからなかったよ。じゃあここはパタパタして上に行けっていう感じなんじゃないかな。さあ左上のハテナブロック気になるけど、靴を履いたまんまだったらいかないよ。こっから戻ってこれなくなるもんな。じゃあ一旦上に行こうか。で、この靴はどうなんだろう、中なんかいるのかな。踏んで踏める、これ。踏むのと履くのどっちなんだろうな。あ、踏んだ。もうその回転シリーズやめろって。これはカキ棒なんだね。いや、これ右上行けないから、多分さ、この靴も踏めないでしょ。だから右下に行く。やめてー。さあ、ここは右をシーパスで進めるっていうのが分かった。でもバネがあるから気をつけようか。で、これはもう下に落ちるしかない。よしよしよし。ファイヤーフラワーは、バブルが落ちてくるのかな。一旦右行って左行こうか。え、ファイヤーは、面白い罠がどんどん来上がる。この辺で急加速してきたよな。これだだ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 。壁際の一歩手前ぐらいで避けておく。そしてこの靴を履いて右に進んでいく。このハテナは叩いていいのかい。右のブロック全部壊れそうな予感がするな。一旦ハテナ叩いてすぐ乗ってみようか。バネ、あ、これいけないんじゃね。頼むってよ、バネ邪魔すんだと。いいところにいるな、バネ。お前ディフェンス強すぎだって。さあ、このバネは出していいんだけど、左から出したらいけないっていうのが分かったね。で、この上に行けと。いや、どっち。いや、右だ、これ絶対に右だ。左はダメなやつだ、どっかに入れません。いや、これ消えたらいけない、いける。やった。でも P がないじゃん、バカか俺は。頼むって、もうそろそろゴールがあってもよくないかな。こんな靴はいらない、右上はガキ棒なのね。頼む、ここはゴールが来たよ、絶対にゴールしてやる。右下なんか絶対に行かねえ。このクリボーを踏んで右上に行く。よし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 、これ普通にいたらゴールできるんじゃない。隠し箱ない、これこそ。頼む、ふむ、左行く。いや、踏もうか。踏んですぐ左に行く。これでいいんじゃない。頼む、やったー。いや、本当にす
すごいコースだったね。なかなか新作っていうのは出ないと思うけど、出たらまた遊ばせてもらいたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。行き先は QR コードを読み込め、スキャンザ QR コードって書いてると思うんだけど、ちょっとテロップ邪魔と思うから一旦消しておくね。下の方に QR コードが出てると思うんだけど、あれを事前に読み取ったんだよね。そしたらレフト2フラワーって出たの。多分そのレフト2フラワーがこのコースの攻略の鍵になってるみたいな。みんなもね、今画面に出てる QR コード読み取れるからマジで読み取ってみて。そしたらレフト2フラワーって出るから、あれどうやって作るんだろうね。マリメのパーツだけで QR コードを作るっていう時点ですごくない？それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は忘れました。まあでもね、そんなに低くなかったから簡単にクリアできるようなコースだと思います。まあそのレフト2フラワーっていうのを忘れなかったら大丈夫だと思うんだけど、この右のブロックが QR コードになってるんでしょ。いや作り方教えてほしいぐらいだね。さあここで左下右があるけど、あ、ここでさレフト選べっていうことなんかな。一旦下行ってみようか。下行ったらダメなんじゃない？あ、進める。ガーガー。ほどね、左選ばなかったらやられるのか。じゃあ次は左に行ってみようか。左に行ったら隠しブロックがないところに出れますみたいな。あー、ほんとだ、新しいねこのコース。そして次は1,2からの3,4、レフト2フラワーだったよね。だから2番選べば大丈夫みたいだ。いや本当に斬新だな。なんか他のところも行けそうな感じはしたんだけど、次はフラワー。多分これでもうゴールができるっていう感じなんじゃない？他にヒントなかったもんね。なるほどね、ファイヤーじゃなかったらチャッカマンできないみたいな。そしてここでボム兵を壊して、土管の方に入っていく。そしたら次は何が待ってるんだろうね。ボス戦みたい。ここでゴールか。いや、めちゃめちゃ珍しいコースを見させてもらいました。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待って、このコースズルができるんじゃないんですかね。一旦4番に行ってみようか。別のところでもゴールできませんね。僕はまだ諦めちゃいないっす。上のフラワーを取らなくてもゴールができるんじゃないかなと。この葉っぱでもいけるんじゃないって思うんだけど、だからここでさ、わざわざ爆発しなくても当たるじゃん。当たってすぐ右上に行けばこれ間に合え。やってないか、くそ。いやでももうちょっとでいけそうな気がするんだよな。めちゃめちゃ早く行ってみるわ。もうそれ以外になる。こっから右、頼む、当たらないで。よーし、じゃあ。これズルなんかな。ちょっとわかんないんだけど、まあ別の方法で無理やりクリアすることはできましたね。どうもご視聴ありがとうございました。